アイダウォー王は、アメリカ合衆国の画家、イラストレーターである。友人の児童文学作家、詩人のエイミー・エラ・ブランチャードと共著の、子供向けの書籍の挿絵などで知られる。フィラデルフィアで生まれた。画家のサミュエルウォーと最初の妻の間の娘で、イボテイに、画家のフレデリック・ジャッドウォーがいる。パリで学び、私立の美術学校、アカデミー・ドレクリーズや、アカデミー・ジュリアンで、ポール・ルイ・デランスや、 ジョルジュカロ、ジャンジョセフ・バンジャマン・コンスタンに学んだ。1868年からは、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーに入学し、エミリー・サー・テインや、キャサリン・アンド・リンカーと共に、女性人物学らずの最初の学生になった。ウォーが共同で仕事をしていくことになる文学者の、エイミー・エラ・ブランチャードは、ウォーの両親が、弟の家庭教師として雇ったことから知り合い、 1888年に、ランチャードが、地に、王が絵を描いた、本、ボニー・ベアンズなどで人気を得て、ブランチャードと王は、多くの共著の本を出版した。王とブランチャードは、フィラデルフィアやニューヨークで一緒に暮らし、多くの作家が彼らの住まいに集まった。また、メイン州のベイリー島に二人は別荘を持ち、ベイリー島に礼拝書を作っている。 書籍の差し絵の他の画家の活動としては、ペンシルベニア美術アカデミーやナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会に出展した。1893年のシカゴ・万国博覧会の展覧会に出展し、1896年には、肖像画でその年の最も優れた女性画家の作品にナショナルアカデミー・オブ・デザインから贈られるノーマン・ダブルー・ダッジ賞を受賞した。 ありがとうございます。